こんにちは。山岸と申します。今日はの貴重な機会をいただきましてありがとうございます。今日、私からはこの人生会議ということと、この在宅医療にも少し触れながらあのお話しさせていただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さん人生会議、人生会議、ちょっと固いイメージがあるかと思うんですが、本当の意味を。 今日あの皆さんにぜひあの持ち帰っていただけたらと思っています人生会議の定義はここにありますように自分の大切にしていることや望みこれはどんな生活を送りたいかまたどんな医療やケアを受け,か受けたいかについて自ら考えまた信頼する人たちと話し合うこと話し合いのプロセス のことを言いますですのであの人生会議となんかイメージとか違うなって思った方もいらっしゃるかもしれませんが今日はこ,こ,をこの人生会議っていうのは何かを決めなきゃいけないとかではなくて繰り返し話し合いをすることだっていうことをぜひ持ち帰っていただきたいと思いますしあのそういったお話を進めていきたいというふうに考えています。またこの人生会議 みんななな人生会議しなくちゃいけないけとではありませんもう特にそういうことを考えずに普段の生活をしながらもう最後まで生き切りたいっていう価値観の方もいらっしゃいます。ですので全員人生会議をしなくちゃいけない、まあ、つまり先ほどの決めなくてもいいけどいっぱい話そうっていうことですけれどもこういう話し合いでさえも負担だっておらの 言われる方もいらっしゃると思います。ですので、まずしたいなって思ったら始めればいいっていうふうに思ってください。ただ先ほど申し上げたようにいつ。 この私たちがこの命の危機に迫るような大きな病気や怪我をする可能性はあるということまたそういった状況になると7割ぐらいの方が自分の気持ちを伝えられなくなるっていうことを考えるとやっぱり信頼できる人に私の気持ちだったり私の考えを知ってもらうことによってその周りの,その信頼できる人たちも信頼できる人たちも 私の気持ちを知っててくれてるわけですから多分あの人だったらああいうふうに考えるだろうとかあの時こう言ってたっていうことで代わりにその医療ケアチームと話し合いをしてくれるそういった知ってるから気持ちが楽になるっていうこともあるかと思います。まず人生会議とはというところでお話をしていきます。もともととこのの人生会議っていうのは あ,のあだ名なんです、ね、愛称なんんでですすね何の愛称かというとここにあるアドバンスケアプランニングという海外から入ってきたものなんですがこ,れあのこのアドバンスケアプランニングは覚えなくて大丈夫です。あの 人生会議はこのアドバンスプランニングのあだ名なんだっていうふうなことを認識していただいてそもそもこのアドバンスケアプランニングは何かというととっても分かりやすくお伝えしますとアドバンスっていうのは前もってっていう意味です。ですので前もってつまり気持ちに余裕があるうちにとか元気なうちに。 それからそして望む望まない医療やケアについてそしてどこでどんなふうに過ごしたいという気持ちについてご本人それから家族を含む近しい方そして医療ケアチームと話し合いを重ねるプロセスというものがこの「アドバンスケアプランニング」なんです。ここれのあだ名が人人生会議ととということですからまさに最初お話しした大事な人と 自分の気持ちについてまだ元気なうちに気持ちが余裕があるうちにしっかり話し合いを繰り返す積み重ねていくこのプロセスを人生会議といいますで。人生会議とはいえ まあこうやってプロセス話せ合えばいいって言われてもでももしもの時のこととかってなかなか難しいよなって思われる方も多いと思いますただまあそういったもしもの時のことをお想像するのがちょっと難しいなっていう方はまずその準備性を高めるっていうことはできると思いますじゃあ具体的にどうやって準備準備しておくのってなると。 あのものががあると思うんですが、まあ、皆さんのお手元にいろいろ東京都が作くパンフレットとかもあると思いますが私が今神戸市の医師会の先生たちと一緒に取り組んでいるあのプロジェクトがありましてそれはこの価値観シートというものをあの診療所の待合室とかであのお配りしてですね 私が大切にしていることって何だろうっていうあの皆さんのまず価値観を自分で知っていただく整理していただくっていうようなあのシートをお配りしていますでこの中には20項目ありまして「私が心地よい楽しいと感じられることが生活の中にあること」とか「自分の好きなものを食べたり飲んだりすること」とか「会いたい人に会うこと」 身のの回りのこことととは自分でできることとか後ろの方に行っていくあの下の方に行くと少し重くなりますが例えば大切私が自分の受ける治療や療養生活に関する詳細を決められることとか大切な人と相談しながら一緒に治療療養方針を決められることとかあと単に命を延ばすことよりも苦痛を和らげたり。 痛みや苦しみを取ったり望む場所で過ごしたいといった生活の質を優先しすることとかですねあのこんないろんなあのことが書いてあるんですねこれがとっても今自分にとってとっても大事だって思うかそうでもないのかあのこれは別に関係ないっていうのかっていうのでまず自分のが今何を大切にしているのかっていうことを知っていただく。 でえっと、まずし自分が知ったらあの近しい人信頼できる人にこんなのやってみたのよっていうことであのちょっとお話をしたりそれこそ待合室で書いたらその主治医の先生やその診療所の看護師さんたちに、えっと、私こんなふうになったよっていうふうに一言声かけていただくとかそんな取り組みをしています。それは後々、えー、あのこの方の方 皆さんが書いていただいたもので何を大事にされているかということを医療者も知っていればこの医療やケアのご提案をする時にまたそういった皆さんが大事にしていることも鑑みながら選択肢をご提示できるということに役立つということが今分かってきています。 さて今、頻繁に起こっていることということで少し1枚スライドを準備しましたけれども特にご高齢の方に関してはですねやっぱり何かこう病状が急変したで救急搬送して入院をするで退院をするけれどもまた 急変して救急搬送して入院っていう形でこれを繰り返す方であるとかこの流れの繰り返しの中で救急搬送先の病院でお亡くなりになるという方も少なくないというのが実態です。でででももこれが悪いいっって言って言るわけではないですもちろんその 急変した時に医療にかかれるとか必要な適切な治療を受けられるということはこれは日本が世界に誇るべき医療の在り方だとは思いますただやっぱり病院じゃなくても自宅で在宅医療やケアのを受けることで病院の病室と同じ治療であれば大体できる時代になってきていますですので 例えばです、ね、早めにあの特にかかりつけ医を持っておくでまたその、ちょっと通院するのが大変だなってなったときに訪問診療や訪問看護を利用することによってやっぱりまず、急変の予防という形で、えー、関わりが医師や看護師の関わりができます。でですので、えー 何かこの急変をどんなことで急変しうるのかなということを想定して対応しておいたり早めに対応しておくということが可能になりますまた急変した時もやっぱりこの自宅でできること往診っていう形であの お家に伺って医師が診察診断することも可能ですし看護師が緊急訪問という形で訪問することも可能ですのでもしかしたらご本人がなるべく救急搬送は嫌だななるべくお家で過ごしたいなというご希望がある場合は入院を回避するあのできる可能性も高くなります。またた入入院院されととして入院先の医療機関と この在宅医療やケアを担う専門職がしっかり連携をして話し合いをしますので早くお家に帰りたいということであれば早くお家に帰るためのお手伝いを入院中の医療者もしますしこちらの在宅側の医療やケアの専門職もそのお迎えをするための環境整備を一生懸命やる。でもし最後の 人生の最終段階に差し掛かったとて望む場所で望む形で最後の一瞬までそのお手伝いをさせていただくことができるっていう形になります。あのやっぱり状況だとか病状が変わると思いや気持ちが変わっていくっていうのが世の常になります。ですのでその都度あのどうしましょうねっていう形で一緒に話し合いをしながら。 本当にその方にとっていい形をご本人のご意向をど真ん中にしながらですね一番いい形を一緒に考えていくプロセスを取れるというふうにご理解いただけたらと思います。人生会議これは誰のためののののたためめ何かかなということを今専門職研修でもやってるんですけれどもやっぱりご本人のための人生会議であり また会議というのは決めることではなくてその都度状況や気持ちが変わるたびに話し合いを積み重ねていくこのプロセスのことを人生会議でと呼ぶんだということを大事にしたいそしてまた皆さんも医療者も同じ人生会議はこういうものだということを同じ認識で一緒に進んでいけたらというふうに思いますさてこの事前指示書 と人生会議というふうにタイトルを追って少しお話をしていきたいと思います。事前指示書っていうのは何かあったと私に何かあったときはこうしてほしいというふうに文書に残しておくものを言います。ただ自分で決められるっていうことはとても重要なんですけど、これはご本人にとって最適な方法かっていうと、やっぱり書いてある状況にしか対応できない。 皆さんが書いたこと以外のことが起こった時はそのお気持ちがわからないなぜそう思われたのかってことこの文脈がわからないなのでやっぱり周りの人間としては本当のご本人の思いを汲んだ対応っていうのは実はとっても難しいというのがあります。このエンンディングノートとかあと気持ちを書いてておくノートっていうのもちょっと似た部分があって 一回書いたらです、ね、机の奥の方に大事に大事にしまっておいても皆さんがしっかり書いて伝えたいって思ってくださって書いたことが誰にも知られないっていうことになってしまいますですので是非皆さんこのエンディングノートやあの私の気持ちを書くあのノートがにもし記載された場合は本当に信頼できる人これあの。 ごご家族含めご友人でもいいいと思います。それから医療ケアの専門職と関わりがある方はぜひ共有をしておいていただきたいと思いますまたそれをきっかけにぜひこの人生会議をスタートしていただけたらと思うんです。ご本人の価値観を周囲が共有しその価値観に基づいて状況の判断をしていく。 先ほども申しし上げましたが具体的に言葉がなくてもそういったこの話し合いのプロセスでこの人ならこう考えるだろうっていうこの判断基準が共有されますのでその予想外の事態にも多分っていうことで考えられますしあと細かいニュアンスを含めて状況判断ができるということがこの人生会議の強みだと思います。でですので皆さん是非エンンディングノートを書いたら みんなに共有するそれをきっかけに人生会議をスタートするってことをあのぜひおすすめしたいと思いますさてここから少し、えー、在宅医療のこともあの少し話していきたいと思いますえっとここで今見ていただいているグラフは人生の最終段階を迎える場所を考えるときに重要だと思うことという調査 これコロショの調査ですねですごく一番多かったのは家族の負担にならないっていうことでしたそれから次に体や心の負担なく過ごせる経済的な負担が少ない自分らしくいられるまた家族と十分な時間が過ごせるこんな項目が多くの方が大事だというふうに重要だと考えられた項目でした。で一方で 在宅医療のイメージを聞いた調査これは私たちの研究班でやったんですけれども在宅医療に関してどんなふうなイメージを持っておられますかって聞くと家族への負担が大きい苦痛を十分に和らげることはできない急な変化があった時夜間に対応できない往診をしてくれる医師がいないお金がかかるとかですねいざという時き入院できないんじゃないかとか。 病院と比べて最新の医療が受けられなないいんじゃないか、まあ、こんなことがまあさっきと似たようなことがまあネガティブなイメージ本当はここが重要だと思われることが在宅医療じゃ無理だろうっていうふうなイメージを持っておられる方が非常に多かったっていうのがありますただ実際に在宅医療を受ける前はこういうイメージだったけれども受けた後イメージが変わったかという調査をしています。 でこの青いのが在宅医療を受ける前また、このピンクが在宅医療を受けた後になるんですけれどもこの家族への負担が大きいとか苦痛を十分に和らげることができないとか急変に対応できないとかこういったイメージが実際に受けるとそのイメージが,、まあ、イメージが変わっているといういいイメージあの悪いイメージが減っているという結果になりました。でうん これを見ていただきますすとですねいくらこの特に左側の一番左の2本見ていただくとこれ自宅で最終段階人生の最終段階過ごされた方のデータになるんですがやっぱりこの自宅これまで見ていただくとずっと評価が高かったですがこれがそのご本人の希望とその実際が一致した群は やっぱり高くてでいくらお家に過ごせたとお家で過ごせたとはいえご本人が望んでなくてつまでご本人の希望と一致しなかった場合はやっぱり評価は低いんだっていう結果が 出ていますつまり在宅がベストだっていうわけでなくご本人がどこでどんなふうに過ごしたいかっていうことが叶えられたかどうかっていうのがいろんなこの人生最終段階の医療の質だとか生活の質だとかのところで非常に大事な要素だっていうことになってきます。ですのでやっぱりご本人の希望を聞くために話し合いを積み重ねる。 人生会議をするっていうことがとっても大事なんだっていうことをこのデータは示しているんだというふうに考えています。で、やっぱりこのご本人の希望と実際の療養場所が一致した要因っていうのをこれまた分析しているんですけれども、あのシンプルにお伝えするとこのオッズ比っていうのが真ん中の数字なんですけど、これはあの最後の過ごし方について。 本人と家族で話し合いをした人たちは話し合いをしなかった人たちに比べて2.3倍このご本人と実際が一致したんだっていうふうな結果ですでまたその医療者とのこの療養場所に関する話し合いが十分だった人は十分でなかった人と比べると2.25倍そのご希望と実際の療養場所が一致した。 っていう,ふうな結果ですつまりやっぱりこう話し合いをしっかりしておくっていうことはやっぱりすごく大事なことまたご本人の意向をど真ん中にその人が最後の一瞬まで生ききるお手伝いをするためにもやっぱりご本人の意向をしっかり話し合いでみんなが共有しておくことはすごく大事なんだっていうことをこのデータは示しています。 ということで、ちょっとまた違うあのお話をさせていただきたいと思います。これもあのこれも神戸であのやった調査なんですが、今神戸は救急搬送が10年前のえっともう5倍とか6倍になってるんですね。であの非常にあの特に高齢のお方高齢の方のあの救急搬送が非常に増えている。 ということで,でまたその関わる医療やケアの専門職がそこにご本人の意向があるのかっていうところでやっぱりもう少し私たちこの医療ケアの専門職はご本人がどこでどんなふうに過ごしたいかをちゃんと聞いて。 あのしっかりそのサポートをする形で医療やケアを組み立てていかなきゃいけないんじゃないかっていう声が上がってじゃあ実態はどううなんだっていうこといこで調査した結果があ,のありますでその結果の一部を今日ちょっとお持ちしたんですけれどもなかなかやっぱり人生の最終段階における医療やケアにご本人の意向が 全くないというかなかなか反映されてないという実態が明らかになったわけですでなぜ,だなぜだろうっていうことを今回この調査で明らかにしたわけですが5つにまとめていますまず1つ目お任せ文化もう医療のことよく分かんないので先生よろしくお願いしますっていう方も今,まで今もまだたくさんいらっしゃいます。それから2つ目 もともとこの人生会議元々はそのアドバンスケアプランニングっていうこの海外のものを輸入したっていう歴史がありますそしてこの「人生会議」っていうあだ名をつけたっていうところなんですがもともと自分の生活は自分でコントロールしたいとか自分のことは自分で決めたいっていう自己決定権を自己決定をとっても大事にする文化からこの 人生会議スタートしてるんですね。でただ日本の場合もう私のことは私が絶対決めるとか一人で決めるとかっていうよりもやっぱり周りの人もみんなハッピーなようにとか。 あとはやっぱり人生の最終段階の方がよくおっしゃるのが残される人が困らないようにっていうふうにお話しされる方も非常に多いですので自己決定っていうよりもやっぱりこの他者との関係性の文脈の中で物事を決めていく流れるような中でなんとなく合意をしていくっていうような人も多い。 文化かなというふうに思います。まあ、こういう文化も私はこれでやってくれみたいな。文化と比べると、なかなかご本人の意向をあの医療やケアに反映するっていうのはまあ何らか仕組みがないと難しいだろう。っていう話になりました。それから3つ目話し合いの機会の1室まあ。私自身もそうですが、やっぱ年に数回しか。 両親に会えないので行った時はできるだけ楽しく過ごしたいなと思うのであのなかなかこういったもしもの時どうするみたいな話はしづらいなっていうのはあります、まあ、そういった話しし合いいののの機会とうのがやっぱりりあるよねっていうことになりましたそれから4つ目家族等による代理判断の困難また本人の意向との乖離の可能性というのも上がりました。これは まさに、まあ、私自身もそうなんですけどそれこそもう学生時代から家出てて年に数回しか両親と会わないってなると今うちの両親がどんなことを大事にしているかとかどんなことを考えているかってその年に数回の帰省のチャンスだけだとなかなか分からない。でまあ、急に 去年あったんですよ父が救急搬送されて病院から電話がかかってきて、まあ、もしものちょっと病状が急変した時は人工呼吸器つけますかっていうふうに言われたんですけどいやお父さんどう考えるかなって思いましたで、まあ、そういったそのそういったこの代わりに判断しなきゃいけないっていうのはやっぱり人生会議をしておかないと。 あのダメだなっていうことを。まあ、私自身もすごく感じたところです。それから、最後一般の方が人生の最終段階における特定の医療医療に関する適応の見通しを立てることの困難っていうのがありました。やっぱりその都度その都度適切な情報提供が医療者からあってで、そのその方がも,もしかしたらその病状からご意向が。 表明できない状態にあっても周りの,その人生会議を共にしてきた方々がこの人だったらこう考えるだろうとかあのこういうふうにこの間言ってたなっていうことからその人にとって最善の医療やケアを相談して決めていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。 2007年,ですね、2007年に実はこの終末期医療の決定プロセスに決定プロセスに関するガイドラインというものを厚労省は作ったんですねでこれはこのガイドラインに何が定められているかというと特に延命治療ですね人工呼吸器や心臓マッサージなどの開始この延命治療の開始や中止に関するルールを あの定めたもので、まあ、病院での活用を想定してこのガイドライン作られましたで大きな柱っていうのがこのガイドラインの3本あります1つ目もう患者さんご本人の意思決定を基本、まあ、ご本人の意向をど真ん中にあのあのしていく、まあ、尊重していくなっていうことがまず1つ目の柱2つ目の柱医師のみならず看護師なども含むチームで 方針の判断をするとということそれから3つ目にこの痛みや不快な症状を和らげるケアを充実させるこれがもともとのこの終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインの内容でしたこれがですね2018年改定をされていますでその時にこのガイドラインの名前も変わってるんですね でこれなぜかっていうのが厚労省が見解出してるんですけど人生の最終段階における医療っていうことは今回導入しましたとでこの用語は最後まで尊厳を重視尊重した人間の生き方に着目した医療という意味であるというふうに説明しています。で内容ですがさっきの大きな柱はそのまま になってますただ、えー、2つ目医師のみならず看護師も含むっていうふうにあの書いてあったんですが今回のこの改定では医療ケアチームこれはあの介護職の方も含めてですねあの生活のことをよく知る介護職の方ってその人の価値観だったりあの何が好きかとか何大事にしてるかってことをよくご存知の方も多いです。でですのでそういった医療ケアチーム を、で、あの、しっかり関わっていくっていうことになってます。で、変わった点としては、今亡くなる人が亡くなる場所も、病院以外の場所もたくさん。あの、いろいろ多様化してます。ご自宅だったり、介護施設だったり。ですので、病院以外の場所でも、この人生の最終段階の医療ケア決定プロセスに関するガイドラインが使えるようにしたということ。それから。 医療治療だけでなくケアだったり介護っていうのも大事だっていうことを重視するっていうことも明文化されましたそれからもう一個新しく入ったのがこのアドバンスケアプランニングまさに人生会議を推奨するっていうことが入ったわけです。 このガイドラインの改定に伴ってご本人の意向を尊重した意思決定のための相談員研修会っていうのを主催で行っています私もこれ病院版とあと暮らしの場それこそお家だったり在宅だったり介護施設だったりっていうところで2つ2種類あるんですが私はこの暮らしの場版のメンバーとして。 このの研修の責任者を務めていますもう一つこれまさに先月かな出たんですが去年国が全国調査をしてるんですねこれ5年おきに人生の最終段階における医療やケアに関する調査を一般の皆さん また医師看護師あとケアマネージャーさんにかけるっていうのを5年おきにやってるんですけれどもその去年の結果がつい先月出ていました人生会議について知っていましたかっていうと一般の方々よく知ってるっていうのが6%で聞いたことがわ あるけどっっててていいう人も合わせて3割ぐらいだってことですね。ですので7割以上の方が「知らない」っていうふうに回答したっていうことです。まあ、医療者もまあ一定数知らない人もいますけれどもやっぱりこの格差はなくさなきゃいけないなぜなら人生会議は皆さんのものだからです。あの人生会議は皆さんの私の私を、 医療やケアに反映するためのものもであり一回決めたら終わりじゃなくて何度でも気持ちが変われば状況が変われば話し合いをするでその話し合いをする相手信頼できる人の中にはご家族やご友人だけでなく医療ケアチームも入っているっていうふうにあの人生帰りをご理解いただけてるかなというふうに思いますけれどもやっぱり皆さんが。 やっぱり人生会議について知っていっていただくっていうことはとっても大事だと思いますしあの文局さん今日こういった講演会あの開いてくださったのもやっぱりこういう現実実情があってやっぱりここの格差をあの狭めてフラットな状況で、えー、しっかり話し合い私の人生について話し合うってうことが大事だっていうことであの今日の場を設定してくださったんだろうというふうに思ってます。 では3つ目のテーマということで人生会議の市民啓発ということでお話をしていきます。これは千葉県の松戸市というところの医師会の先生たちと一緒にやったプロジェクトなんですが「まちっこプロジェクト」というものです。これは「の松戸チャイルド・トゥ・コミュニティプロジェクト」の頭文字を取って「まちっこ」っていうふうにしてるんですが。 あのそもそも始まりは医師会の先生たちがあのそれこそ診療所の先生たちです診療所の先生たちがあの学校に出前授業をしたいんだっていうふうなご相談がありました。で どうせ出前授業をするんだったら楽しい形にまたその子どもたちの未来にとってまたこの土地にとってこの地域にとって良い仕組みにしたいのでちょっといろいろ知恵出してくれないかっていうご依頼だったんですねでいろいろ文献を送っていくとですねチャイルドトゥチャイルドっていうアプローチにまず行き着きました。これは 発展途上国で子供たちいっぱいいますよね。で、その兄弟の一番上の子を集めて手洗いの方法とか栄養の取り方を教えるんですね。で、みんな今日習ったことをお家に帰ったら妹や弟にちゃんと伝えてね。そうすると妹や弟は元気に過ごすことができるからっていうふうに言うと、その教わった子たちはもう使命感と責任感を持って。 家に帰り、弟、妹にちゃんと伝え、かつ、日々監督をするので。なんと、地域全体の衛生水準が上がるっていう、あの、アプローチのことをチャイルドトゥ、チャイルドアプローチ。っていうふうに言います。つまり、子供って。この健康のプロモーターとして、推進者としても、非常に優秀だっていうことが、あの、言われているっていうことがわかりました。今回のこの、松、ま、ず、のプロジェクトでは、この。 子どもたちが教わった子どもたちが町の大人たちに伝えることによってこの町全体の認識とかあの、まあ、行動とかが変わっていくかっていう仮説を立ててそれを検証するプロジェクトにしようっていうふうになりましたこのポスターをうちの学生が作ってくれた絵は私自身がすごく気に入ってるんですけど。 まず子どもたちに伝えたいことがありますと左の下にありますけれどもこれは人が生まれるということ支え合って生きるということその尊さを子どもたちに伝えたい命,命と日々向き合う医師たちによる小中学校での出前講座が始まりますというふうにありますでこの右下に見ていただきますと子どもたちに伝えてほしいことがあります自分のこと 家族のこと地域のこと医師たちによる出前講座で考えたことを周りの大人たちに伝えてくださいあなたたちの言葉で変わる未来がきっとありますということであの初年度は認知症の授業とあと命の尊さと題してあのがんの治療また予防も含めてがんで、えっと、自宅療養在宅療養 医療のことも含む「命の尊さ」というタイトルで2本教材を作ってですねその教材を使ってその診療所の先生たちが小中学校小学校は5年生中学校は2年生中,中学校2年生の子たちに授業をするっていうことになりました。で、まあ、教材は作ったんですけどやっぱりその日,々日々のこの診療の中でこの「命」 に向き合うそれから最後の一瞬まで生きるサポートをしたっていう経験を先生たち自身の言葉で子どもたちに伝えるっていうことだったりやっぱりみんなの。 みんなが力を合わせることでこの地域がどんどん良くなるみんなの力が必要なんだということを講義の中に何度も言ってもらうっていうのをお約束事項にしましたでまたそ,れをその授業を受けた子どもたちはそこで習ったことを必ず大人2人以上に伝えるっていうようなルールを作ったわけです。でこれは医師会と 教育委員会の共同事業に位置づけて展開をしていきましたでこのね狙いっていうのを4つ決めているんですけど健康っていうのは自ら守り育むものだっていうことで特に子どもですのでそのための知識や行動っていうのをちっちゃい頃から子どもの頃からしっかり守ってあの。 大切だってことといううここを知ってもらおうっていうことそれから2つ目がまさに人生会議なんです自分や家族の重大事を決めるために日頃から相談を積み重ねておくことが重要だということそれから遅延ですね3つ目は地域社会における遅延などのコミュニティでのつながりを深めていこう。 これ大人になって急に地域のつながりとかって言われても何かちょっともう何したらいいんだかってなりますけどやっぱり子どもの頃からしっかり地域に根ざした活動を当たり前のようにするってすごく大事だよねっていうこともやっぱ私たち大人がまず認識をしてやっぱりこのマチックプロジェクトを通して実現させていこうっていうこともあの。 みんなで話ししし合いをしましたそれから、まあ、医師会の授業ですのであの命や家族の健康について相談できるかかりつけ医を持ちましょうっていうふうにただかかりつけ医だけにしたら薬局の薬剤師さんたちがですねかかりつけ薬局っていうのも持っておいた方が今本当にジェネリックっていってあの 名前がちょっと違う同じ効能だけども名前が違う薬がたくさんありますのでやっぱりそういったことからもちゃんとかかりつけ薬局って持っておいて薬のこと何でも相談できるようなかかりつけ薬局も必要だとか看護師だってやっぱずっとその方と長く知っていれば人生会議も積み重ねて一緒に。 ケアっていうところで一緒に伴走できる専門職なんだっていうのいろいろ出てきましてなのでかかりつけ医等ってなってるんですねで、まあ、こういったの狙いを定めてかつ評価もこの軸でしていくっていうことでプロジェクトをスタートしています。あの親御さんの調査っていうのは終わっていてもうやっぱり8割以上の保護者が子どもから出前授業の出前講座の内容をちゃんと聞いていて。 で特にこの人生会議のところで言うとなんとですねこの赤い部分よく話している人生の最終段階において希望する治療や療養場所などの内容について話し合う機会が、まあ、この赤いところをよく話しているとそのピンクが少し話しているなんですけどぐんとあの 増えているのがわかるかと思います。子どもってやっぱりこの親の行動変容も起こすんだなっていうことがここで証明されたと思います。もう一つ皆さんにお伝えしておきたいのが、子どもたちにこの授業を始める前にあの身近に死を経験したことがあるかっていうふうな質問をあの 全生徒もう今 1, 桁4桁2,000何百人に医師会の先生たち講義してるんですけどあの毎回調査をさせていただいていて身近に死を。あの 経験したことがあるか。と、それはまあペットの死でもいいです。また身近な人、大事な人の死でもっていうふうに言うと、大体8割ぐらいの子どもたちが経験してるんです。で、その時どんなことを思いましたかっていう質問に対して、まあ ペットの場合は散歩に連れて行ってあげればよかったとかもっと一緒に遊んであげればよかったっていう後悔がすごく多いんですけどあの身近な人の死を経験した子たちで一番多い回答っていうのがなんかその最後になんか自分はおじいちゃんおばあちゃんに会いたかったのにあの会ってさよならをお父さんとお母さんは会ってさよなら言ってくる っってて言「僕も行きたい」って言ったのに「あなたは子どもだからダメよ」って言われて連れていってもらえなかったのは本当に悲しかったとかあとなんかそのお葬式とかも「子どもだからいいわよ」って言って連れていってもらえなかったっていうので。 やっぱりなんか大人はその子供への配慮として死から遠ざけよう遠ざけようとしているけど子供たちはむしろそれによって傷ついているんだっていうこともあの今回このあのプロジェクトをやって気づいたことですやっぱり生活の延長線上に生きるも死ぬもあってそれをなんか今 医療機関で病,院で病院で命を終えるっていうのがなんとなく当たり前になって本当は生活の延長線上に死があってもともと家で命を終えて家族がそれを見守ってそこから何かを学んでっていうのが当たり前だったのになんかおかしくなっちゃおかしくしちゃってるのって大人なのかなって改めてその子どもたちのその文章を読んで思ったところでした。 さてもう一つご紹介したい取りり組みがありますこれも先ほど紹介した国がやった調査この間公開になった調査なんですけれどもやっぱりこの「人生会議は大事だと思うよ」っていうふうに回答した人が多かったにもかかわらず話し合ったことはないと回答した人は多かったと。でえー、となぜ 話し合ったことはないのかっていう理由を聞いたものがこの結果なんですけどもう圧倒的に多いのが話し合うきっかけがなかったからっていうことです。これは5年おきにやっている調査ですのでその前の2017年の調査でも同じ結果でした。でそのこれも松戸の取り組みなんですけどねこれもあの 市民啓発あの人生会議をすることの重要性っていうのを住民さんと一緒に考えようっていうところでかるた就活かるたを作ろうっていうことになったんですね。 であの呼びかけをしたら大体5回,5回の回でこの読み札を作っていきますということでお声かけをさせていただいて大体毎回50人から70人ぐらいの住民の方々が参加してくださってで前半戦この松戸市内の介護施設のスタッフの方とか診療所の先生とか訪問看護師さんとかケアマネさんとか病院の救急の 先生たちや看護師さんたちなんなかにショートレクチャーっていうか今松戸でこんなこと起こってるんですよとか最近こういう方がいらっしゃってこんなことを考えさせられましたみたいな話をしていただいた後 あの後半戦みんなであのこのかるたの読み札を作っていくっていう作業をしましたで、えー、とこのかるタっていうのはあの先ほどこの話し合うきっかけがないっていうふうにあったのでこの人生の最終段階の医療やケアの選択にあたってあの何かきっかけ になるものをということでこのカルタをやってもらうことでそのきっかけになればということで皆さんと認識を同じくしてこの,カルタにこのカルタ作成に取り組んだっていうところなんですね。で読み札をこの住民の皆さんと作って絵札に関しては松戸市内の高校の美術部の子たちにだいたい2枚ずつぐらい書いてもらったりあと 松戸,市って美術松戸市美術サークルって言って200人ぐらい会員を要する大きなサークルがあってで皆さん本当に洋画も何でしょう日本画もいろんなあとクレヨンで描いたり色鉛筆で描いたり本当にお得意な絵は全それぞれなんですけどその方々に数枚ずつ描いていただくっていう形で絵札は作った作りました。 これが実際のかるたなんですけど一番左が読み札ですで真ん中が絵札なんですけどこのもともとのこのプロジェクト自体がそれこそ高齢者の救急搬送がぐーんと松戸も増えてでこのまんまだと何て言うんでしょうね 救急車の数も持たないし救急車の適正利用みたいなところも一緒に考えようでまたこの人生会議っていうことも合わせて考えていこうっていうことのプロジェクトで,でこのプロジェクトの名前がフクロプなぜフクロウかというと松戸の死の鳥がフクロウでそれこそ救急車だったら緊急時にも目が利くっていうことであのフクロウフクロウプロジェクトっていうふうにしてたんですがなのでフクロウプロジェクトの一環として このカルタ作りもしたので、袋を必ず入れてっていうことと動物モチーフで絵を描いてねっていうことだけお願いして、あとはもう読み札に合うような形で絵札を描いてっていうふうに高校生たちにも言いましたし、美術サークルの方々にもお願いしたところです。で、これを作ってるうちにですね、この絵札をあの作った方々が何かカルタだけだと芸がないわって言われて。 えーじゃ芸がないってことは何をすればあのよくなりますかって言ったらじゃあ絵札取った人が裏返した時に何かこの参考になることとか書いてあるとかあと多分このかるたはあのできた暁にはこの特にご高齢の方がこう集まっておしゃべりをする場なんていうの,をあの場を今あの松戸市は。 割と市が行政が主導でそういった場を作っておられたのでそういった場で使ってもらうことがいいと思うのでうぐらひっくり返すとそのおしゃべりが弾むようなテーマが書いてあったりみたいなのはいいと思うわよっていうふうにアドバイスを頂い,いてですねあのこの裏面には何かあのまあこの絵札や読み札に合うような内容の,あのコメントが書いてある。 で絵札を取った人はそれを読み上げるっていうふなルールを作ったわけです。で、まあ、こういうふうにいろんなこれも本当にグループワークでですねケアマネジャーの略はケアじゃじゃなくてケアマネなんだねみたいなケアマネジャーとかって言ったまさに親父ギャグがそのまま読み札になってます。 この裏面で一番盛り上がるのはこれですねもしあの世の天国極楽に何か3つ持っていけるとしたらあなたは何を持っていきたいですかっていうのはもうこれも皆さんも本当にあの会場中笑いがあの絶えないような感じであのやってくださってました。 でまずこちら側の私たちの学びとしては「就活かるた」でもしもの時っていうことを考えたり話し合うきっかけになればっていうふうに始まったわけですけれどもやっぱり。 この,読み,札のな読み札も結局50音じゃ足りなくて皆さんの読み札たくさん作ってくださって読み札がですね結局最終的に270枚ぐらいになっちゃってでそれはちょっとあまりに多すぎるからっていうことで「あのガギグゲゴ」とか「ザジズゼゾ,ゾ」とかも作ってそれでえっと最終的に82枚ぐらいまでにしたんですけどそれでも本当にこういろんな内容の読み札ができてそれこそ,その人生会議のことがあって。 その生き方それからも生き方。 それから「日々の心がけ」についてそれから「就活」について皆さんも本当にいろいろ勉強されていて今日ちょっとご紹介の中からは省いたんですが葬儀についてとか財産についてとか身辺整理についてとかお墓についてとかあと家族との関係についてなんていう読み札もあるんですけどあのいろんなことそれからさっきのケア,ケアマネの略はケアじゃなくてケア,ケアマネジャーとかっていう地域資源に関することもあります。 し医療や健康についての読み札もありましたですのでなんか私たち最初イメージとしてはこのもしもの時ってなると人工呼吸器だの医療だのそういうことが多いのかななんて思ってたんですけどやっぱりこの住民さんの皆さんが考えてくださったこのカルタの読み札を見るとですね 人生,人生の最終段階の意思決定って医療のことだけじゃないんだなって医療って改めて一部のことなんだなっていうふうに思いましたしやっぱり私はどういうふうに生きたいかっていう皆さんのお気持ちがら針盤にあってなってそこから医療やケアもデザインされていくものなんだなって改めて気づかされました。でえー、っと ご質問をですねいただいているのでまず1つ目ですけれども単身世帯での在宅医療って可能ですかっていうご質問をいただいていますでこれは可能ですあの私もたくさんその単身の方のサポートをさせていただいていますけれどもこれは可能というふうに考えてください。 ただ。 状況によってはその都度話し合いながらその在宅がいつもベストっていうわけではないのであのその都度一緒に考えながらっていうことであの,絶対っていうのは多分ないんだと思いますこの後またあのまとめでもお話しするんですが絶対会っていうのはやっぱりこの人生会議だったり人生において絶対会っていうのはなくてやっぱりそのご本人含め関わる人たちが納得できるかどうか っていうことなんだというふうに思います。その納得できるかどうかっていうことをあのご本人を中心に周りの方々、またの医療ケアチームで一緒に考えながらの単身世帯でもあの在宅以上はもうもちろん可能だというふうにごかご回答したいというふうに思います。あとですね、かかりつけ医はどのように探せばいいかということなんですが、これもあの。 文京区は地域包括支援センターっていう国が作ってる制度上決まっている施設が高齢者安心相談センターそういったところにもご相談されるといいかなというふうに思います。できれば近いというとうころも あのまあ、行きやすいってこともありますしあとやっぱりその先生がもし通院できなくなった時に訪問診療してくださるかどうかみたいなことも少し聞いておくと長い付き合いができるかもしれませんですのでそういったこともやっぱりまずあの日本は自分で医療を選択できるっていう海外はもうこの,この地域に住むとこの先生しか駄目よみたいな国もあるんですよ。でも日本はあの そういった情報を集めて自分に合う先生を選べるっていうところもこの日本の良さだと思いますのでちょっと情報を集めていただいて私のことをよく知ってもらえるまたまた私の希望を聞いてで一番いい策を一緒に考えてくれるそんなかかりつけ医をあの。 安心の,の相談センターとかに行くとあの情報をいただけると思いますのであのそういったところにもあの行っていただくといいかなというふうに思いますあとやっぱり口コミっていうのもありますよねお友達にいい先生してるなんてご紹介していただくのもありかと思います。あとですね 人生の最終段階とはどのあたりからと考えたら良いのでしょうか。っていうご質問をいくつかいただいています。まあ、ちょっとこればっかりは神のみぞ知るっていう部分がありますが。あの。ちょっと、まあ、持病を持った。 とかですね、薬を飲むのずっと飲むようになったとかっていうタイミングでもいいと思いますしあとやっぱり今回この国の調査をした時にあの周りの自分の大事な周りの人たちのどなたかが亡くなった時に、えーっとまあ、何でしょう考えるようになったっていう回答がすごく多かったんですけど、まあ、人生の最終段階っていうにこだわらずやっぱり何かのきっかけから あのまずはその自分は何を大事にしていきたいのかとかあの何を大切にしていきたいのかでどんな医療はどんな医療が受けたいってなるとなかなか難しいかと思うんですけど何は嫌だなっていうのは皆さんちょっとはあるかなと思いますのであのそういったことをまず自分で考えておくっていうことからスタートしていただけたらというふうに思います。 人生会議ってでも人生人生亡くなるための会議じゃないんです亡くなるその一瞬まで自分らしく生きるためにどうしたらいいかっていうことを生きるための会議だっていうふうなことも皆さん是非今日持ち帰っていただけたらと思いますこういったご本人の意向をど真ん中にする医療またそのご本人の意向を医療やケアに反映するためにはどうしたらいいかっていうことこれってやっぱりあの みんなが力を合わせないとできないんですね。で、私は特にこの三つ巴が大事だというふうに思っています。やっぱりこの。仕組みシステムだったり、仕組みだったりっていう仕掛け作りは。 やっぱり区役所を含め行政の役割になると思いますし、個々の医療やケアの質の向上だったりとか、あと病院と在宅医療のこの機関間の連携をちゃんと推進していくっていうことは、あの個々の医療者の役割だと思います。また、皆さんも皆さんがどう生きたいか、どう命を生きたり、生ききりたいのかっていうことがあってこそ、やっぱりこの医療やケアに、その皆さんのご意向が。 反映される形になりますしその皆さんの,そのご意向を叶えるためにどんな街を作っていかなきゃいけないのかということにもつながっていくんだというふうに考えていますますとめになります。 「時々入院ほぼ在宅」っていう言葉があるんですがこれがまさに地域包括ケアシステムこれは病気になっても年を取っても障害を持ったとしても住み慣れた町で自分らしく生きていくっていう仕組みのことですけれどもこの文脈の中で医療介護専門職そして市民の皆さんがおののの立場で何ができるのかについて真摯に持ちつき合うことが大事。 重要だと思いますそしてそもそも人の幸せや価値観は多様で一律にはいきませんまた先ほども申し上げたようにこうすべきだって言った絶対かはない。 でですのでやっぱりご本人はもちろんのこと関わる人たちの納得会これをいかに模索することができるかまたこれを模索するプロセスそのものがご本人の尊厳を重視した倫理的側面からのこの医療あの期,間期間間間のを壁を越えたチーム医療介護を強化していくことになると思いますしご本人もご家族も含めてあのみんなの幸せを あの追求していくものになっていくだろうというふうに思いますまたこの得られた納得会を地域全体で支えていくプロセスそのものがこの地域包括ケアシステムでありこの地域共生社会の構築につながっていくんだというふうに考えています今日はああのごめんなさいお時間が過ぎていましたご清聴いただきましてどうもありがとうございました以上になります